阿蘇の神社様から提灯の作成依頼でございます。ネットを見てのご依頼です。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光希でございます。2022年12月の13日、今朝6時2分の朝動画でございます。今外気が今日は6度、暖かい朝でございます。ありがたいことに出来上がってきました。岐阜のですね、業者様からですね、見てください。これがですね、これがお寺神社様のですね、提灯ですね。この作成依頼、こちらとですね、もう一つあります。こちらのが大きかったかな。70、高さが70と1メーター。こっちが大きいですね。高さが70と1メーターですね。表面が油を引いてありますから、いい香りがします。はい、ですね。はい、まあ、こういう形でご依頼いただいております。本当にありがとうございます。実は最初は修理ということでございました。ちょっとやっぱ修理ができなかったんですよ、これ古くて。もうちょっと業者さんも、もうこれは修理は無理ですと。これ100年以上経ってるんですよね。ですから、もうごめんなさいと、修理はできないから、もう新しく、もう全く形は一緒で、もうレプリカという形で作らせてくださいということで、まあ、これは業者さんと、こっちの方がひどいですね。はい。これはうちがちゃんと引き取り供養いたします。まあ、そういう形でですね、ですから、言って、この動画を見られた方ですね、言ってみてください。対応いたしますので、はい、まだ無料見積もりですね。よかったらこうやって古いの見せていただけるとありがたいです。まあ、そういう形でですね、よろしくお願い申し上げます。年中無休24時間電話受付。はい、神社用の提灯作成いたしました。阿蘇よりネット見てのご依頼でございます。リフォーム再生はやっぱ無理でした。やっぱですね、今職人様が減ってるんですよ。ですから、もうよろしくお願いします。そこはご了承ください。だからもう今ですね、提灯に蒔絵を描く職人さんが今いらっしゃる、やめられたんですよ。ですから、こういう文字は書けますので大丈夫ですね。はい。文字は大丈夫でございます。見せていただいて、無料見積もりさせていただきます。熊本県近郊限定でお願いします。ちょっと県外、北海道あたりから、で、やっぱですね、ネットではやっぱ伝わり、やっぱ無理なんですよね。やっぱ現物を見てから、こういう形でって形で、見積もりって形でよろしくですが、すいません。熊本県近郊になりますけど、まあ、熊本と、その近郊ですよね、福岡。大分、宮崎、鹿児島ですね。で、よかればですね、こう、持ってきていただけるって見せていただけるとありがたいです。一つよろしくお願い申し上げます。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は天、お祈り申し上げます。